オライオン級戦艦はイギリス海軍が第一次世界大戦前に建造した最初の超度級戦艦の艦級である。全級のハーキリーズの環境の写真。本級はドイツ帝国海軍による度級戦艦の大量建造に対抗して1909年度計画で一度に6隻の戦艦の建造を計画し、このうち2隻はコロッサス級であり、 その改良型として建造されたのが本級、オライオン級で4隻が建造された。その大きな変更点は、マジェスティック級戦艦以来、戦艦の標準装備であった12インチ砲から、口径を34.3センチメートル砲へと増したことである。これは、従来の30.5センチメートル砲が、むやみに、高所速化を図った設計により、方針寿命が短くなった上、 手法のブレが大きくなり、命中率が低下するなどの欠点があったため、三三十四点センチメートル砲の設計において初速を下げ、代わって大口径過による砲弾重量のアップにより、威力の増大を図って採用されたものである。本級の主砲配置を示した図。さらに、主武装配置もはしご型配置を廃止し、船体中央部にあった二番主砲塔を監視看板に、 持ってくることで、どの角度でも、監守側に1番2番主砲と2機系4門を、施行することが可能となった。加えて、関係の大型化を抑制するために3番主砲塔も、船体中央部に配置され、後部甲板上の4番5番主砲まで全ての主砲が、一直線に配置された。本級は順度級戦艦時代以来、主砲塔を中心線上に配置し直した。イギリスでは、 初めてのクラスであり、武装配置の効率化も相まって、イギリスのメディアでは既存の土球戦艦を上回る超土球戦艦と内外に懸念された。本球の建造によって、世界的に超土球戦艦の時代が始まったのである。本球、モナークの写真。全部マストの最前部に位置する一番煙突のために、即居技書は倍煙と高熱に悩まされた。 本球はコロッサス球の改良型であるために全球において欠陥であったドレッドノートに似た日本煙突の間に種マストを配置する形式が継承された。これは高温の倍煙が前小柱に置かれた射撃式所の任務遂行を常時阻害した。このマスト配置は本球と同時期に設計された大音球にも採用され、同例の不具合を出したために建造期間を延長して、 排泄系を行うはめとなった。本館の船体形状は高い還元を持つ単船首郎型船体であり、概要でのしのげ並み性は良好であった。艦首から前向きに連装タイプの1番2番手法と2機を配置、そこから看板よりも1段高められた上部構造物の上に下部に司令塔を持つ箱型環境と1番煙突が立ち、 その背後に頂上部に見張り所を持つ三脚型の全部マストを挟んで2番煙突が配置された。2番煙突の背後に後ろ向きの3番四方塔が配置されたため、本級の関西艇置き場は2本煙突の間に爆風を避けるためのスクリーンを設けて保護され、関西艇は全部マストを基部とするクレーン1機と2本1組のボートダビットが 片言一組ずつ、計二組により運用された。後部甲板上の後部見張りところの後方に4番5番手砲塔が、後ろ向きに背負い式で2機が配置された。副砲の10.2センチメートル速射砲は、環境基部と後部見張りところの基部に16門が、分散配置された。第一次大戦中に、環境構造が増設されて、射撃砲位板室と射撃式所が設けられた。 これに伴い、トップマストの短縮と煙突の側面に短焦灯が増設された。マーク V34.3cm 砲の主砲灯の構造を示した図。本館の主砲は、前述通りに新設計の1912年型マーク V34.3cm 砲を採用している。その性能は、 方向初速秒速787メートル、重量567キログラムの砲弾を最大行革20度で21787メートルまで到達する能力を持っていた。方針の上下は行革20度、不拡散度で、旋回角度は単体守備線方向を0度として1番2番4番5番、砲塔は左右150度であったが、3番砲塔は150度の 旋回角のうち後部環境を避けるため後方0度から左右30度の間が四角となっていた。発射速度は毎分1.5発程度であった。本艦の副武装は1910年型マークバン 10.2cm 速射砲を採用した。その性能は 14.1kg の砲弾を最大行角20度で 8780m まで届かせられた。 砲身の不良、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は、行角20度、深く10度で、旋回角度は360度であった。発射速度は1分間20発であった。他に、対艦攻撃用に53.3センチメートル、水中魚雷発射艦3門を装備していた。本級において、 関係の増大に伴い防御重量が増加され、原則防御は3 0 5ト、mm、ルへと増圧された一方で、バーベットは2 7 9ト、mm、ルから2 5 4ト、mm、ルへと減圧された。航行するオライオン吸収駅したオライオン、モナーク、コンカラー及びサンダラーの4隻は、第一次世界大戦のユトランド沖海戦に参加するものの放火を交えることなく、 終戦となり、1922年、ワシントン海軍軍縮条約によって1921年から、その翌年にかけて退役したが、サンダラーのみ、ネルソン級戦艦、ネルソンの収益まで、練習艦に改装されて、保有を許されていた。ポーツマス海軍造船所で1909年11月29日、寄港、1910年8月20日浸水。 1912年1月、春九1922年12月に除籍後、1923年に、解体処分。アームストロング社エルジック造船所で1910年4月1日、寄港。1911年3月30日浸水。1912年3月、春九1925年1月に除籍後、1925年に、 シ死利用機で、航空爆撃及び、戦艦、巡洋艦の標的艦となり、戦艦リベンジの砲撃により沈没処分。ベアード・モアーシャ・ダミュール造船所で1910年4月5日、寄港、1911年5月1日浸水、1912年11月、春港、1922年6月除籍。テムズ鉄鋼造船所で1910年4月13日、 気候、1911年2月1日浸水、1912年6月、春高。1922年12月に練習間接で1926年8月まで、収益、同年11月に除籍後、1927年に解体処分。ありがとうございます。